輸送艇1号型は、海上自衛隊の輸送艇。1980年代に2隻が整備された。沿岸壁地地帯や離島に対する人員、物資を輸送するための力型輸送艇である。海上自衛隊では、小型の輸送艦として揺らかたを有していたが、本型はそれをもとに、簡易化、小型化を行っている。本型は、最大で人員200名。 物資25トンを搭載できるとされている。B ーチングのために艦艇は平底となっており、離床にも利用するために怒りが完備にある。艦の全部が開放式の積載スペースとなっており、ここに車両、物資を搭載する。また、他に兵員70名を搭載できる。アメリカ陸軍のラニーメイド旧汎用揚陸艇とほぼ同大であるが、排水量は異なり、 ラニーミード級では、戦車3両を搭載できるのに対し、本型は、重量などの関係上、戦車の搭載に対応していない。人員の長距離輸送能力を重視したことによると、される。物資の揚陸方法は、海岸に格差し、干渉のバウランプを下ろして行う。揺ら方では、バウドはトランプの2段階になっていたが、本型では1枚のバウランプのみになっており、干渉形状も、 平らになっている。缶の後部には環境があり、その下の構造物内に居住区等と機関部がある。武装として人力ミサワ砲の j m ミリメートル機関砲を環境長部に一機備えている。二千二十一年から順次、老美寺塗装へ塗装変更が進んでいる。その内容としては、煙突長部の汚れを目立たなくするための黒帯の廃止、缶番号及び、 官名の灰色化かつ、無鋭化、対空表示の消去。ありがとうございます。